こんにちは。昨日とですね、全く同じ画角のような気がするのは皆さんお気づきでしょうか。はい、今日もですね、お水のような排泄物を垂れ流しまして、まああんまり病院から出たね缶詰もちょっとあんまり食べてくれないものですから、はい、今日は病院に来た次第でございます。でさらにですね、今日はもう一人めっちゃ今まで怒ってましたけれども、はい、あやめさんの方もですね、もう下痢をしてしまったというような形でですね、はい、同時に2匹病院に連れてきた次第でございます。つばめさんに関しましてはですね、なんと初点滴ということでですね、今こちらの方にこれいたずらじゃないですよ、抗体の方がですねやってありますけれども、はい、つばめさんは比較的ね、こうやって元気な状態にはなってきてますし、本当に下痢だけ収まったら、まあこれで完治というような形になるそうです。確かに、あやめさんはですね、今日は、病院でですね、超暴れました。はい、病院の先生が、よいしょ、もう取っちゃおう。病院の先生がね、びっくりするぐらいに、大暴れしまして、はい、私もですね、昨日、つばめさんがですね、注射を打つときに、ここ、バシュッと、ちょっと、軽く噛まれたんですけれども、はい、大暴れしてるときに、もう一度同じ場所を噛まれてしまうという形でですね、はい、なかなか、大変でした。はい、というような形でですね、あやめさんもちょっと経過を観察しつつということでですね、やっていかなければならないんですけれども、つばめさんに関しましては、もし缶詰を食べないというような状況でしたら、もう一度明日も点滴に来なければならないという、大変な状態だこれ。はい、というような状況になりました。はい、ということでですね、社長と専務と。が経営陣がですね、同時にですね、お腹を下して、こう、病気になってしまいましたので、はい、社畜の私もですね、大変ですね、今、こちらの方、貼ってあります。まあ、これが原因で起こってんじゃねえかっていうような話もあるんですけれども、はい、見事、腱鞘炎になりましてですね、そちらの方の治療も行っております。もう、毎日どこかしらの病院に行っているというですね、なかなか激しい、状況になっております。転落した。はい。というような形でですね。まあ、あまりのんびりしててもいけませんので、はい、はい。あまりのんびりしててもいけませんのでね、そろそろご自宅の方に帰ろうかというふうに思います。はい。じゃあもう、あやめさん、もう怒らんでね、頼むから。ね、噛まないでね。頼むよ。本当に頼むからね。あ、ちょっとね、ちょっとまだ怒ってます。ガチってます。ね。はい。うなってんの聞こえますかね。はい。というようなことでですね、動画の方を終了していこうというふうに思います。それでは、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。はい、すいません。大変お待たせいたしました。はい、社長怒らんでよ。ね。怒っとる？まだ。はい、というような形でですね。はい、お大事にということで、はい、しっかり看病の方を頑張っていきたいというふうに思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。はい、いい子しててね。うん、じゃあね。